はい、始まりましたよ。はい、始まりました。皆さん、こんにちは。はい、陽子の部屋ということでですね、毎日平日の12時半からライブ配信をしてるんですけども、本日のゲストはですね、株式会社海翔の相田健太さん。はい。健太さんですね。はい。で、ゲストにお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。アナゴ王になるっていうふうにね、はい、なってるんですけど、もうなってるんじゃん。いやいや、全然なってないです。いや、もうなんかなってるんかと思ってました、なんか。アナゴのイメージしか皆さんないと思いますけど、ね。なんか、そう。いや、で、そんなにアナゴをやってる会社さんって私、知らんもん、相田さんしか。いや、ないと思いますね。ないでしょ？全国でも10社ぐらいしかないので。ですよね。だから、いや、もう穴が多かなって思ってたんですが、改めて自己紹介お願いできますでしょうか。はい。はい。こんにちは。株式会社海翔代表取締役の相田健太と申します。仕事の方はですね、韓国産の穴子に特化したですね、卸売業ということで、後ろにありますけど、俺たちも穴子になると、ほんまにあの子美味しいんですよ。そのほんまにうまいあの子の良さをですね、皆さんにこう伝えできるように日々、はい、頑張っております。はい、ありがとうございます。これ、このアナゴは、おろすっていう形をされてるんですよね、なんか。そうなんです。その今、写真のやつは、実は言うと、うちの売上比率で言うと、もう5%ぐらいのもので、加工なんですよね。焼いたアナゴを出社さんとかに販売するような形なんですけど、95%ぐらいの売り上げは、こういう加工業者様に生のアナゴを販売するのがうちの仕事なんです。加工業者さんに卸すんですね。そうなんですよ。それが、我々が5年ぐらい前にお客様と同じ風下に1個降りて、自分たちも加工を始めたみたいな。そうなんや。そうか、そうか。ほんなら、この自社のやつの加工したやつは、例えば、一般の方が買おうと思ったら買えるんですか？細々とですね、実はホームページの中で販売してますので。なるほど。ほんなら通販とかで買えるっていう感そうじなんですよ。こね。れが去年から始めたので、今年からちょっと本腰入れてやっていきたいなとは思ってます。なるほど。いや、ちょっとそれはすごいめちゃめちゃ楽しみなんですけど、なんかどこ行ったら食べれるんかなとか思ってたから、実は。ほんで、なんかほら、なんかアナゴの、なんかアナゴちゃん、オフィスをね、大きくかっちょよくされたんですよね。カッチョはいいですね。大きいかどうかはあれですけど。その時にイベントとかもされてたんで。そうなんですよ。その辺が、事務所を新しくするとか、イベントをするっていうのが僕の一つの夢というかビジョンだったので、そこは、解決できてよかったなと。いや、すごいなって。いや、私、ほんで、だから、飛ぶ鳥落とす勢いやなと思ってたんですけ そんなことはないですけど、なんかこう、毎年毎年変化する会社にはなりたいなと思って。そうですよね。なるほどな。だからあれですよね。なんか私、たまたま昨日の、なんかその、なんか総会の時に、基調講演でお話しされてたけど、やっぱり結局、なんか社長の仕事は、なんか投資をすることっていうようなこと、例えば人に投資するとか、設備投資するとかいうようなことで、新しいことに何か絶対毎年チャレンジしないといけないみたいなこと言われてたんですけど、そこに結構そのチャレンジをされてるって感じですよね。そうですね。なんか人生楽しい方がいいし、僕はこう父親が創業した会社で、よくこう、異業種交流会とかの報告でさせてもらうときに、ちょっと父親のね、至らぬ点を話することになるから、気は引けるなと思いながら、父親には了解取っとんであれなんですけど、ほんまにね、潰れかけの会社だったんですよ。そうだったんですそうなんね。ですよ。もうお金も執行さんなんか見向きもしてくれなくて、だから本当にこう、理念とかなく、どうやったらお客様からお金を踏んだくれるかみたいな。どうやったら儲けて、どうやったら会社にお金残って、どうやったら一家自己破産せず、離散せずに済むかっていうのが、
はい、僕の20代の時の大きな課題やったので、ああ、はいはいはい。だからそこから始まっとるんで、はいはい、ある種、ハングリー精神はちょっと強いかもしれんですね。相田さんが例えば社長になられてどれぐらいなんですか？僕が社長になったのは、うん、うちまあ2社あるんですけど、はいはい、本体の方だけで言うと、はい、令和からなのでまだ5年ですね。はいはいはい。でまあサブみたいな、売上が3割ぐらいの、うん、会社の方の代表になったのは、はい、11期やから11年前ですか。あ、まだその時めちゃめちゃ若いですよね。私今43なので32歳、うん、ね、はい。なるほど。その前からあれ、その今だからその本体の方は5年目ぐらいって言ってましたけども、はい、その前から会社には入ってはったんですか？全然別の会社にいてはって来られたんですか？あれです、僕は中小企業、父親が大学3回生の時に起業したんですよ、うんうん、はい、脱サラしてね。そうなんですね。はい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 。で、はい、なので、昼夜問わず働いてる父親を見て、中小企業なんか絶対嫌やと思って。あ、思ってたんですね。だから僕真面目にマイナビとか行きましたもん、豪雪とか。あ、そうなんや。はい、で、はい、もう狙う先は一部上場企業ばかり。はい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 。で、まあ三和シャッター工業っていうところに。はい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 。いただいて、福岡の会社で、営業所で5年ぐらい。働いて父親の会社に戻ったっていう経緯が。そしたら福岡に行ってらっしゃったんですか？そうです、福岡。そうなんですね。いやいやいや、びっくり。しかも全然違う業界じゃないですか？そうですね。そうなんですね。なるほど。ほんで、お父様がこの起業された時からこのビジネスモデルだったんですか？その韓国から名護。そうですね、ビジネスモデル自体は、うん、そんなに変わってないですね。はいはいはい、はいはい、なるほど、そっかそっか。で、実際ね、コロナの時ってどうやったんですか？そのなんかこの流通できたんですか？コロナの時は実は過去最高益だったんですよ。まあ実はちょっと今年また更新しそうなので、コロナ2020は過去最高益。そうなんですね。すごい。それは要因は何なんですか？要因は、うんうんうん、まあ、生のアナゴを、うん、要はお客様が焼いたり炊いたりするんですよ。うん、で、うん、まあ、ありがたいことに全国各地のお客様があって、はいはいはい、いい商品をよりよく提供するっていうのが私とお客様の同じ思いで、だからお客様の人気が高いんですよ、どこ行っても。うんうん、まあ、うんうんうん、そこそ、アナゴで言うと、例えば、広島の宮島にアナゴ飯上野さんっていう。はい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 。知ってます？いや、私ね、広島ってアナゴがすごい有名じゃないですか。はいはい。うん、どう、まあ、それこそ西日本の駅弁ナンバーワンみたいな、アナゴ飯になるようなお客様もうちの客様だったりで。はいはいはい。で、結局、アナゴが、年々不足しとんですよ。そうでしょうね。で、特にいいアナゴが不足してて、うん、はいはい、もうこの際、うん、皆さん噛まないのであれば、冷凍してでも保存したいっていうお客さんがすごく多い。はいはいはい。皆さんいい商売されてるんで、うんうん、会社に体力あるじゃないですか、キャッシュ見ても、はい。はいはい。だからすごくこう、もう、今売らないけどこの何年かのためにストップするみたいな感じで買ってくれたんですよ。はい、なるほど、そういうことだったんですね。はいはいはい、はい、で、なおかつ、はい、同業他社が買わないので、はい、仕入れ価格は下がりますよね。はいはい。なので安い仕入れでできて、はい、販売はいつも通りっていう形で、すごいです。結果的に売り上げは下がりましたけど、もうここから売り上げ B 級下がりましたけど、はいはい、アラリー M 級とか、はい、G は、はい、そうなんですね。いや、なんかいろんなパターンがありますね。でもやっぱりそれはそれまでの積み重ねで、やっぱりきちっとやっぱりそのお客様のハートをつかむっていうようなことをやってらっしゃって、より良い、まあ、商品を提供するということをやり続けてたからっていうことですよね。そうですね、そこは本当に自信があって、ね、うん、あれなんですよ、
お客様の注文を勝手に決める商売なんですよ、我々。はい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 、はい。要はその、今日はアナゴ10キロ欲しいとかね、うん、10キロ欲しいとか、注文が入るじゃないですか、うん、いろんなお客様、うんうんうん。それをコントロールできるんですよ。だから10キロ欲しいって言われても、うん、注文多いから8キロにしてくれとかね。ああ、そんな感じ、そんな感じね、そんな感じね。あと8キロ欲しいって言われても、うんうん、あの今後ちょっと台風が来たりとか、はい、韓国の湿気の状況があるから、うんうん、8キロだけじゃなく倍の16キロ取られたらどうですかとか、うん、コントロールできるんですよ。お客様がそこに譲ってくれてるので。でもそれって信頼が間にある提案ですよね。そう、まあ信頼っていうとおこがましいです、ね、もちろん、まあ、そうじゃないとなかなかできないんですよね。まあ、ここは自信持って、はい、やろうと思います。すごいすごい、いや素晴らしい、いいお話ありがとうございます。はい、なんかそんな話を今日に信じに来てたらもう10分ぐらい経ってしまったんですけど。何分なんですかこれ。これ15分まで。あともうちょっと、ね、じゃあ相田さんのプライベートなことを聞きたいなと思っていて、はいはいはい、プライベートのマイブームって何なんですか。プライベートのマイブームは、はい、まあ、こう見えて意外に動くのは好きなので、はいはい、家族でテニスをしたりとか、はいはい、まあ、今ね、陽子さんと同じ家に帰ったりみたいな、はい、ダイエット、はい、痩せたんですよ、はい、これで、はい、っていうのがマイブームで、はい、パーソナルトレーニングですね。はい、テニスはどれぐらいの頻度行ってはるんですか。テニスは週に2回ぐらい。めっちゃすごないそれ。週には別にすごくはないと。めっちゃすごいじゃないですか。でそれとパートナーでしょ。はい、めっちゃ体動かしてますね。ねえ、まあ、いやすごい、いや、はい、なかなかですよそれ。へえ、まあ、みんなテニス好きは結構やってますね。いや、いいと思います、いいと思います。私なんかやっぱりなんかそのなんか、まあ、仕事をしていく上で体力ってめちゃめちゃ大事やと思ってて、やっぱバテないようにするっていうのがね、すごく大事かなと思うので、テニスもね、めっちゃ走ってめっちゃ動きますしね。そうですね、瞬発系なんで結構ね、そこはね、はい、汗出ます。いや、いいですね、家族でね。いやいやいや、これはもう本当に。で、子供さんも やってはるの？そしたら。子供はもう今、5年生と3年生なんですけど、うん、上の子でだから幼稚園高学年ぐらいからそうから、もう5、6年しとんのかな、ね、はい、いいですね、家族、これで。ね、まあ、だから子供を2人と奥さんと僕なんで、うん、まあ、いつも2対2で試合ができる。いや、めっちゃいいじゃないですか。ねえ、成長につれても奥さんがちょっと負けてくるっていうね。いや、すごいすごい、いや、よかった。なんか私もう D 界の活動ばっかしとんちゃうかもって知らない。そう、D 界の子供ですよ、僕は。よかったです、よかったです、はい。はい。ありがとうございます。はい。ということでですね、もうちょっと時間になってきたんですけど、最後何かこう PR があれば、ぜひぜひ。通販は、そしたら、サイトから買えるのかな？そうなんです。通販はね、ひらがなで、関心、はい、あと屋台の屋で、関心屋っていうね、名前で、はい、実は、あるんですね、屋号でやったんですよ。そうなんや、そうなんや。ただ、商売系ないこと言いますけど、今の時期は買わん方がいいですね。あ、そうなんですね。美味しくないです今は。なるほど、はい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 。秋口になったら本当美味しくなるんで、その辺も皆さんにご提案させてもらいたいな。なるほど、そうなんですね。この、はい、この穴子を求めての方へっていうのは、これはなんか B2B のサイトに行くのかな。そうなんですよ。これ B2B のサイトなんですよね。わかりました。じゃあ、いつ頃がおすすめなんですか。おすすめも8月から1月ですね。マジですか。いいですね、いいですね。11月5日が、うん、ちょっとロゴ合わせ難しいんですけど、語呂合わせ難しいんですけど、美味しいアナゴの日なんですよ。美味しい、いいアナゴの日。で、去年はちょうど土曜日だったので、はい、去年初めてイベント開催させてもらったんですけど、はいはいはい、今年もその11月5日前後の土曜日にイベントしたいなと。なんかサンマ祭りって知ってます？なんか漁港でサンマをぶわーって炭火焼いて、たお客さんにこう振る舞うみたいな。それのアナゴバージョンを去年して、好評やったんで。もう私ね、めちゃめちゃ興味津々やってんけど、そんなにまだね、はい、親しくなかったから、行って、行ったらあかんかなと思ってて、なんか。もうそのうち、あと何年かしたら、近隣住民の方をお誘いするっていうのが最終目的なので、はいはいはい、名前知っていただいてるぐらいであれば、全然来ていただいて。マジですか？めっちゃなんか、だってね、そんななかなかね、なんか、穴子そんなに食べれる、穴子高級やから、そんな食べる
むしゃむしゃ切ってください。食べることないじゃないですか、絶対。去年は焼きアナゴと、焼きたての炭火で目の前で焼いた焼きアナゴと、アナゴ鍋をしたんですよ。うわー、美味しそう。なんかめちゃめちゃいい感じですね。もうほんまにアナゴうまいんで、その辺ちょっと皆さんに。はい、もうぜひ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 ということで、じゃあちょっと期待して待ったりと、まあ、でそれと8月からね、美味しいものが買えるということなので、まあ、言ったらあかんねんな、それな。いやいや、まあまあ。ずっと買ってもらいたいのがあるかと思うんですけども、はい。はい、ということで、まあ、アナゴだったらアナゴを解消さんということですね。はい、ありがとうございます。本日のゲストはですね、株式会社解消の相田さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。